こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今日はじゃがいものそぼろ煮をします。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今月の器はこちらです。阿蘇市坂田市にあります滝室窯さんから作品を貸していただきました。滝室窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。さあ大空さん、今日は新じゃが、そうですね、今が季節ですよね、はい。そして今日はお肉は鶏肉の肉、ひき肉を使います、はい。では早速作り方お願いします。じゃがいもの下ごしらえをします。はい、はい、では鶏肉、はい、でまず鶏肉を炒めて入れます。じゃがいも、はい、でじゃがいもが入ります。はい、じゃがいもを入れて少し炒めて火を通してから煮汁を入れていきます。だし、はい、だし汁入ります。じゃっと、じゃっと、はい。そして調味料、調味料、はい、お砂糖入ります。お醤油入ります。よいしょ。これは彩りも綺麗ですね、緑でね。はい、色もちょうど。そして、なるほど。あ、綺麗ですね。うん、緑が入るとまた全然違いますね。じゃあ出来上がり、出来上がりました。はい、新じゃがのそぼろ煮です。はい、じゃあメインのお料理にもありがとうございます。じゃあ早速いただきます。美味しい。うん、ね、だしの旨味がね、とってもいいね。美味しい。うん、しい。地産地消クッキングでは、阿蘇市の窯元から器を提供していただいています。阿蘇市坂田市にある滝室窯さんは、若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた窯元で、普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。